嬉し闇を語るだろ闇に見いられ,れ。鬼となる。奄美大島出身の三尾さんという方から聞いた話です。三尾さんは。まだ関東の方に出てきて、間もなくて。千葉県の松戸市にある。 独身寮に住んで働くことになったんですけれどもまあ暇があるとよく東京都内とか関東近辺を散策すするのが趣味だったんですね奄美、えー、大島出身の方たちで作っているグループがありましてある時彼はひばりが丘というところで開かれたそのグループの催しに参加されたんです。 ひばりが丘西東京市にありまして、えー、西武新宿線で彼は池袋を経由してそこに行きました。まあ、帰りも同じように帰ればいいんですけれども、催しが終わったのが早い時刻で、まだ午後も三時ぐらい明るかったんですよ。そこであの、ちょっとどこか散歩に行こうと思ったんですね。で、スマホでいろいろこう乗り換えの情報とかを確かめてみたところ。 あのそ,そしたらまあなんかあの途中で「秋津」という駅で降りたらあのそこからはあのすぐに「新秋津」という駅がありまして JR 武蔵野線だったかなそれでまあ,あ「新松戸」というところに一本で行けるということが分かったあいいじゃないこれとじゃあ僕秋津行こうと思って彼はあの秋津駅というところで一人で降りました。 まちょうどお天気も良くてね秋口で気候もいいでまあぶらぶら散歩してええとまあ普通の街ですでもまあ商店街を見たりいろいろ歩き回ってで、まあ、そしたらまあ5分ぐらい歩いてたんですねするとねこうねちょっと見かけたことがないような変わった本屋さんを見つけたんですよ。こじんんまりした化化粧粧品品店店ののの隣にあるでですでもその化粧品店の 三四倍はあろうかという広い間口で大きな本屋さんところがその入り口というのがこう木の枠にガラスがはまったようなすごい昔風の引き戸になっている自動ドアじゃないんです引き戸を自分でガラガラッと開けて入るような本屋今時こんなの珍しいですよね大きな建物ですけど平屋で木造ですへえ老舗なのかな珍しい本屋さんだなと思いながら 彼あのまあ雑誌とかねよく読むんで入ってみた。入ってみてまあ引き戸閉めた。ますます変わってるんですね。その入り口から出入り口から入ってすぐの横に古屋のバンダイみたいなちょっと高くなった台があってそこにあの着物を着た小太りのおばさんがこう座っていていらっしゃいませ。うん。うわ変わってるなあと思いながらまあ鼻が入ってくる 適当に人がいてたくさん本棚があるでろいろ物色して、まあ、毎月読んでるミリタリー雑誌彼そういうのが趣味だったみたいですけどミリタリー雑誌がて、うん、見て見て買おうかなどうしようかな今月思持ってないなってこう見ててそしたか隣の人がぶつかってきたんでこっちもぶつかってくるあれと思ったらいつの間にかすごい混んでるんですよ。なんだろうすごい混んできたな でもその雑誌を置いて他の新館の方とか行こうと思ったら通路を通るのに人にぶつかりながら「すいませんすいませんちょっと通ります」と言いながらじゃないと通れないぐらい混んできてしまった。あなんだもうちょっと帰ろうかなと思って彼は出入口の方に引き返しましまたするとおばさんが「まだおられないんですか?」と彼に尋ねたそうなんです。 まだおられないんですか。なんか変ですよね。でもなんかちょっと変なこと言うなと思いながらも、あ、あの買いたいの見つからなかったんです。すいませんと言ってまあ出てきた。で、外に出て数メートル歩いたら、急にあたりが暗くなった。あれ、急に暗くなったぞ。なんだと思って彼は。 こうスマホで時刻を確かめてみたんですそうしましたところ「空き駅で降りた時から3時間も経っていた」え「えびっくりしちゃって「もう日が暮れてるんですよ」え「えおかしい何?」と思いながらまあ駅の方に歩いていく。すするとね思ったよりも早くすぐに 駅前についちゃったんですよえさっき5分以上歩いてよね変だぞと思って彼はちょっと確かめるためにまた道を引き返しましてさっきの本屋を探してみたんですそしたら隣にあった化粧品店は確かにありましたところがその本屋さんはないんですよ その変わった本屋があったところには、こじんまりした店が三軒ぐらい並んでいて。そんな本屋はどこにもないんですね。その時彼、ふと思い至ったんです。あ、そういえば。あの本屋に来てた他のお客さんたち。みんな、顔がなかったなって。